はい、こちらマセトンネルという場所になっております。マセ峠にある隧道で昭和9年に竣工したものだそうです。で、昭和40年1965年頃まで使用されていましたが、西側に振動ができたことで廃道となったという場所だそうです。で、ここではですね、母子の霊が出ると言われておりますね。他に死亡事故の霊の目撃情報などもあるそうです。かなり暗いですね。道が廃道という感じの道が続いてますね。この先にあるはずなんですが、足元気をつけて進まないと、倒木等もありますし、ちょっと危険ですね。結構奥まで来たと思うけど、下がだいぶ濡れてますね。この辺は水が結構溜まってて、あ、これ気をつけないとすぐに水没しちゃいますね。うわ、結構行くな。下が結構グズグズで、うわ、気持ち悪い、気持ち悪いよ。途中までね、結構しっかりした道だなと思ってたんですけど、途中からもう全然泥道ですね。ないな。すごいグズグズだ。その辺ありそうなんだけど、ありそうな一方でなさそうな雰囲気もあるという、なかなかな。よいしょ。あ、足元がもうちょっとシンプルに行きやすいかと思ってたら全然ですね。壁がないな。これは見つからんぞ。ちょっとこっちは無理ですね。引き返してもう一個の方から向かいましょう。はい、先ほどの方向はちょっと無理だったんで反対側から回ってきました。こちらはね、入り口草かなりやばいんですけど、その奥ちょっと行けるようになってるんで、こっちからだと行けるかな。ちょっとね、行ってみたいと思います。富で、
あ、あった。ありました。これは結構迫力あるな。うわ。うわ、迫力あるな、これ。はい、完全にハイトンネルになっているマセトンネルと言われる場所ですね。まあ、もともとこの近辺心霊スポットが複数あったんですけども、こうハイトンネルなんで心霊スポットと言われるようになったというそうです。母子の霊とかアシリアの霊とかが出ると言われているようで、ただね、母子の霊がなぜ出るのかちょっとわからないということだそうです。はい、マセ隧道と書かれてますね。どういう形で母子の霊が出るとかっていうのはちょっとね、今のところ分かってないですけども、あとなぜ出るのか、原因ですね、その辺も不明なようです。東側に新しい道ができたことによって、まあお役御免となったということですね。コウモリとも住んでるみたいですね。天井にはコウモリがいます。調べた情報によると途中水没しているって話を見かけたんですけど、今のところなさそうですね。まだないってだけですかね。どのぐらいの長さなのか、その先が結構浸水してそうですね。その先は無理ですね、多分。はいはいはい。ああ、こっからなんかもう全然別のトンネルって感じになってますね。はい、この先はちょっと行けそうにないので。ここまでですかね。うわ、もう完全に暗闇が広がっているようにしか見えないですね、向こう側。ちょっと試しにナイトモードで撮影してみましょうか。ああ、ダメですね、ナイトモードで撮影の一番広角のレンズでナイトモードで撮影したら向こうが真っ暗闇ですね。本当にここら辺を境として全然トンネルの雰囲気が変わりますね。これはやばいわ。はい、そんなわけで、両側からアプローチしてきましたが、こちら側からだと割とまだ来やすいのかなという感じですね。弥彦スカイライン側からアプローチする方法が割と行きやすいのかなというふうに思います。ただね、ハイトンネルなんでやっぱ危険ではあるので、あまりお気楽に行くのはよろしくないかなと思います。はい、そんなマセ隧道でした。